今、緊急で動画回してるんですけど、ちょっと今回、高専高校に進学するにあたって、中学の時に勉強していた内容の中で、伏線回収が起こるものっていうのを数学と理科、特に物理に絞ってお話ししていこうと思います。あ、こういうことだったのかっていう感じですね。どういうことかっていうと、イメージとすれば、映画とかアニメとか漫画で終盤に起こる現象ですね。序盤で何か意味ありげな謎な出来事、謎なイベントがあったけど、あ、あれって、実はこういうことだったんだ。うわー、伏線回収やば。 みたいな感じですね。で、これが中学から高専高校に上がるにおいて、数学や理科でたくさん起こるんです。早速見ていきましょう。まず一つ目。二次方程式のルートの中身がマイナスになる場合。実はこれ、計算ミスとかしたりした時に、中学校の時、あ、間違えてなんかルートの中身マイナスになっちゃった。なんかおかしいなって思ったかもしれませんけど、実はルートの中身がマイナスになる場合でも OK。意味が ある。え、実はこれ説明ができるパターンってあるんですね。虚数解って呼ばれるやつです。実は普段の座標平面上ではこの虚数解をプロット、表現することはできないんですけど、実はある方法を使うと、虚数解この、ま、存在しない数、存在しない解っていうのが、実は描画できたりするんですね。楽しみにしておいてください。ルートの中がマイナスって気持ち悪いですよね。だって2乗したらマイナスになる数ですよ。でも勉強したら説明できるんです。二つ目。水圧、浮力の計算。これらに関しては、ザ、公式。 みたいなものってなかったじゃないですか。いわゆる性質とか特徴とか実験から読み取るっていう問題が多かったと思います。しかし、高専高校に上がると公式を学びます。あ、水圧ってこの公式からこうなってたんだ。 あ、浮力って水圧の公式から考えると全然難しくないね。みたいな感じで伏線回収されます。数式で日本語に直すとスッキリするんですよね。ぜひとも楽しみにしておいてください。3つ目、2次関数放物線が動き出す。中学校の時は必ずね、原点を通っていたと思うんですけど、もう、XY 平面上を自由に動き出します。もう原点通ってる時でさえね、問題難しかったのに、もうこれ以上やめてくれって思ったかもしれませんけど、動きます。まあ、実はね、原点だけ通るのではなくてね、もう自由に動き回るっていう伏線だったわけですね。まあでも皆さん安心してください。今日紹介するものは全部、 こちらの新1年生の予習講座でめちゃくちゃ楽しく、めちゃくちゃ面白く、で、つながりを意識してね、あ、これ実は中学校でやっとったでしょでもこれって実はみたいな感じで全て解説しています。4つ目、速さと速度の違い。これね、物理の最初ら辺で勉強するんですけど、速さと速度って似たような言葉ですし、混ざって使えそうですよね。ですが実は速さ、速度、違う意味なんですね。高専高校に入ると、向きと大きさ、 二つを持つ量っていうのを扱っていきます。これが速度。なので、これまでね、大きさだけを考えていた量ってあると思うんですけど、これからは向きも考えないといけないってことが増えるので、頑張っていかないといけません。これが理科でやっていた矢印ですよね。力を矢印で表していたと思うんですけど、あれの伏線回収です。五つ目、変化の割合、傾きですね。これまで何回も受験勉強で、変化の割合とか傾きとか比例定数を求めていたと思います。で、それが物理とか理科では、なんか平均の速さ。 傾きは速さだよ。横軸時間縦軸道のりだったら、傾きは速さだよ。みたいな感じで勉強してきたと思います。しかし、 ここの部分、一点だけの部分の傾きが欲しいっていう時があるんですよね、これから。それが、まあ、自動車とかを運転している時の瞬間の速さって呼ばれるやつです。横軸時間、縦軸道のりの時の、この傾きがね、速さって勉強したはずです。で、ある一定の平均の速さだけじゃなくて、瞬間の速さが欲しい。すなわち、この瞬間の傾きが欲しいって時があるんですね、これから。これが微分なんです。微分です。二年生で伏線回収されます。楽しみですね。1. エネルギー、まあ。木片の移動距離は、質量とか、ね、高さに、 比例する。木片の移動距離は衝突させる物質の、この高さとか質量に比例する。グラフ問題ありましたね。運動エネルギー、速さの2乗に比例する。質量に比例する。木片の移動距離は速さの2乗や質量に比例したり、2乗に比例する。グラフ問題、解きましたよね。暗記してたと思うんですけど、実は全て公式化されます。実は暗記する必要なかったんですね。これもね、2年生ぐらいで伏線回収されますかね。次ね、見恥。見恥って、見道のりの見。もしくは、 木、木端の木、距離の木ですけど、これって速さかける時間じゃないですか。で、このように VT グラフ、縦軸が速さ、横軸が時間の時、この VT グラフの面積って実は道のりになってるんですよね。速さかける時間になってて、長方形の面積が道のりになっている。少し難しい問題やってた人ってこれ知ってると思うんですよね、これ。ここで伏線回収です。このように VT グラフみたいなこの関数を考えた時、このグラフと軸、ここに囲まれてる面積って道のりになるんですよ。で、これまでは見端とか木端っていうのは等速直線運動だから、 長方形と見て使えてたんですね、これが。じゃあ、これが関数が複雑になってたりするときどうするのか。道のり求められないじゃないですか。ですが、これを求めるようにするのが、積分。積分を習うと、どんな複雑な運動をしてても、移動距離を、この演算をするだけで求めることができるようになります。等速直線運動以外の運動でも移動距離。 どれだけ動いたかが分かるようになる。積分、楽しみにしておいてください。確率の計算が、公式でサクッとできるようになる。ここのめです。パーミュテーションとかコンビネーションって言ったりするんですけど、順列と組み合わせの公式ですね。試しにやってみようと思います。じゃあ適当に、5人から2人並べる、えっと、20通りです。え、なんで一瞬で出てくるの これね、習ってる中3の人もいるかもしれないね。じゃあ次、6つから2つ取り出す組み合わせのパターン数。15通り。なんで暗算で一瞬で出るのびっくりしてると思います。だってね、中学生の時はね、樹形図書いたり、こう組み合わせ1個1個数えたりしてましたもんね。もうちょっと複雑なやつやってみましょうか。12個から3つ取り出して並べる。12×11×10÷3×2 だから、1320通り。これまでの苦労って何だったのって思うぐらい簡単に求められるようになります。楽しみにしておいてください。次、二次方程式の謎。 そもそもよく考えたらわかると思うんですけど、二次方程式ってなんでこの形なんでしょうねイコールゼロって何伏線回収されます。もちろんこちらの講座で今紹介したものすべて詳しく解説しています。一緒に勉強していきませんか概要欄から募集しています。もちろんね、英語もいろんなことが起きます。例えば、can と be able to の違い、where と begoing to の違い、must と have to の違い。これまでは一緒の表現、書き換えれていい子だねで終わってたんですけど、これからはもう英語のフィールドが皆さんの学習領域です。もう義務教育終わってますからね。 ニュアンスの違いとか、細かい違いも気をつけて勉強していく必要もあるんです。書き換えれてえらいね。はい、おなじみの定番問題です。ああ、これ書き換えれたから点をあげましょう。っていうノリはかなり少なくなってきます。結構深刻ですよね。他にも今まで適当にやってても点が取れてた、現在時勢とか現在進行時勢の違い、よく考えてみてください。現在進行形は今ちょうどやっている。これわかるじゃないですか。でもよく考えたら、現在時勢って、 結構曖昧に使ってませんちょうど怒ってることじゃないけど、現在時世って名前がついてませんかこれって一体どういうことなんでしょうね彼は教えます。He teaches。私はテニスをプレイします。I play tennis。一体いつのこと言ってるんだろう 実は基本中の基本、最初の一歩で95倍以上の人がつまずいてるんです。そう。現在時勢っていうのはっていうことをこちらの講座でお話ししています。超面白い話です。各単元こういう話をねしまくってるので、ぜひ全部僕から盗んで最強の高先生になってください。あと理科に戻りますけど、光が何なのかっていうのも伏線回収されます。光って曖昧に勉強してきましたよね、これまで。こういう自然科学が好きな人とかは、いろんなね、チャンネルで見たことあるかもしれませんけど、光っていうのは波の性質を持っていたり、粒の性質を持ってたりするんです。 めちゃくちゃ面白いのが、気味悪いんですけど、光っていうのは、 観測ですね。光があるっていう風にこれ調べる前は波の性質を表すんですけど、実際に観察して顕微鏡とかそういうね器具とかを使って観測したら粒子の性質を表すんです。どういうことかっていうと、まるでゲームドラクエとかファイナルファンタジーとかソシャゲでもなんでもいいですけど、宝箱の中身が確率で変化するっていうアイテムってあるじゃないですか。この宝箱を開けると2割で A というアイテム、5割で B というアイテム、3割で C というアイテム。だから観測する前、宝箱を開ける前っていうのはどのアイテムが出るかわからない、こう揺れてる状態なんだけど、宝箱を開けると確 設定する。そんな性質が光にあるんです。なんかまるで自分たちより次元の高いね。神様みたいな存在がなんかね。設定して作ったような世界を感じますよね。だって、僕たちがパソコンとかプログラミングで作ったゲームの世界と結構似てるんです。もん。僕たちより高次元な存在がこの世界を作っているかもしれないって予想がついたりしますよね。次理科がね。ちょっと続いてしまうんですけど、抵抗値ですね。今まで20オーム50オームとかってね。なんとなしに使ってきたと思いますけど、この50オームっていうのがどうやって決まるのかっていうのも伏線回収されてきます。ちょっと気持ち悪かった人、ここでスッキリしますから、伏線回収どんどんしていきましょうね。あと複。 回路のね、解析とかも、伏線回収でしょうか。よく考えてみてください。中学校の間、こんな単純な回路で、もスマホとか iPad とかが動いてるわけないじゃないですか。テレビとかね、冷蔵庫とか、こんな単純な回路で動くわけないんですよ。それじゃあ、こんな回路、こんな回路、え、こんな回路解析できるんです。楽しみにしておいてください。あと他にもね、磁力とか、磁界とか。 なんか、とっつきにくい感じだったと思います。もちろんね、高校、高専の物理でも、とっつきにくい分野にはなるんですけど、ある程度は、スッキリします。例えば、棒磁石を近づけて電気が流れる誘導電流電磁誘導はみたいな感じだったと思うんですけど、より詳しく学ぶので、あ、だから電流が発生したのか、あ、だから誘導電流、あ、電磁誘導って起こってたんだっていう風に、より詳しくね、なんか、これこれだからこれっていう因果関係をさらに深めることができます。伏線回収、楽しみですね。 はい。ということで、以上でございます。楽しみですね。中学校の時、ちょっとね、ごまかされたというか、なんかちょっと気持ち悪いんだけど、飲み込まされたってことが、高専とか高校に行くと、うん、たくさん分かってきます。あ、これってこういうことだったんだ。うわー、なるほどなって思うことがたくさんあると思います。ただし、自分で勉強していて気づけるかどうかは別です。もう学生が終わった後に、自分でちょっとね、真面目に勉強して気づけたりとか。 いい先生、分かりやすい先生に教えをこわないと分かんなかったりするんです。だから、何もわからないまま飲み込まされる可能性もあるわけです。だから、こちらの講座おすすめしているんですね。100万円以上の予備校で受けたらこのぐらいかかってしまう値段の授業。僕が何年も授業してきて、何千時間貯め続けてきたノウハウを全部放出している映像授業、オンライン講座になります。春季限定になっていますから、ぜひとも3月31日までにお手に取って、1年間以上ね、使えますし、返金保証もしているので、ぜひともこちらご活用ください。お待ちしています。みんなで伏線回収して楽しんで予習講座、高専1年生年、 ゲットスタートしていきましょうそれでは今回の動画は終わっていきたいと思いますあなたの選択肢に交戦を

予習講座なんですね。で、毎年400人以上受けてます。たくさん嬉しい報告をね。受けてます。学年でトップレベルのね順位取れました。中学校の時には負けてた友達にテストで勝ちました。クラスのみんなね。もう全員偏差値6。5以上、まあ、それぞれの学校で言うとまあ、やっぱり100人中で、ね、20番台30番台には入っている。まあ、勉強ね。どちらかというと得意だよ。って人たちの集団の中で頑張れました。僕でもそういう報告をね。たくさん受けてます。で、分かりやすいようにね。まあ、いつも通り僕がね丁寧に解説してますし、演習の教材だったり、質問も受け付けて、皆さんが挫折しないようにサポートしています。ちょっとね。今自分の実力で後世に入って大丈夫かなって人。人今回の動画を聞いていやちょっとね。春休み。 があるからせっかくだしやってみようかなって人はせっかくの機会なんでねぜひチャレンジしてほしいなって思います中学までねせっかくいい成績で続いてきたので高専に入ってもねぜひ活躍し続けてほしいですね皆さんには皆さんできる子たちだと思うのでだからこそ高専に行ったらねなかなかすごいわかりやすい授業ってガクンって減るんですよそこでね勉強を挫折してしまったりとか持ってる力を出し切れなくなったりとか勉強好きだったのに嫌いになってしまうっていうのを想像したくないんでねこの講座で何十時間何百時間のショートカットをしてわかる楽しいあ中学校の時のあの勉強ってこういうことだったのかっていうふうに高専に入ったらね仏せ回収されるようなこともたくさんあるのでぜひ楽しんで勉強を進めて て欲しいなって思います概要欄にてお申し込み受付中です皆様のチャレンジお待ちしております